どうもこんにちは、はるふみです。今日はマイクラでディズニーから公式マップが出たということで、早速ね今日は冒険していきたいと思います。ここはエントランスかな。もうなんか今回はマジックキングダムで、あのフロリダにあるディズニーらしいですね。おー、ここ、うわ、ポスターあるんだ。ビッグサンダーマウンテンのポスターと、あと It's a small world、 バズライトイヤー、ホンテッドマンションに、カントリビアシアター。ディズニーシーのエントランス部分でもね、たくさんポスター飾ってありますもんね。うわ、すごい。曲もかかってる。本当にいるみたいだ。すごい、お店もある。何これ、エンポリウム。いろいろ売ってる芸に見えて、なんか全部本棚なんだけど。わー、キャストさんいるじゃん。レジにね、ちゃんと立ってんだね。すげー。これあれだね、ディズニーランドでいうワールドバザール的なところなのかな。この通りからしてもそんな感じだよね。おー、ランド見えてきましたね。ずいぶん開けたとこにやってきましたね。ここが広場かな。おー、なんかトラッシュ缶とかもあって、なんか再現度高いですね。おー、あ、ミニーちゃんとかもいるんだ。うわ、すごい。しかもウォルトとさ、ミッキー正面にいて、うわー、かわいい。今気づいたんだけど、マップあるわ。広っ。広すぎない？もうこれ、1、2、20個もアトラクションある。すごい。一つ一つ乗れるのかな？じゃ、ちょっとトゥモローランドから行ってみようかな。着きました、トゥモローランド。こんな感じなんだね。でも確かに近未来感ちょっと漂ってきますね。待て。神 BGM 来た。しかもサリーとマイクいる。うわー。しかもブーの部屋もある。すごーい。サインもらおう、サイン。かわいらしい。書いてくれてる、ありがたい。かわいい。ちょっとサリーにもね。かわいい。これ見れるのかな、サイン。ちょっと見てみよう。うわ、やった。いや、BGM が良すぎて、本当にいるみたいだね。うわ、バズいる。あれ？何これ？アストロブラスター。来たー。これ乗ってみよっか。マイクラでこれ再現できる素材があるんだ。すごすぎるわ。この Q ラインもさ、よーくできてるね。これあれなのかな？点数制でそこも打てたりするのかな？え？これ来るの？うわ、来た！すごい！しかも、え？これゼロってことは点数出るのかな？そんなことある？どうなんだろう。これレバーもあるけど、向きとかもちゃんと変えられるのかな。これすごい。これ点数入ってるでしょ。はい、ゼロだ。あ、これ当たんないとダメか。いけ。うわ、入った。点数でこれ遊べるゲームだ。こいつの裏に逆三角ひし形あったはず。あ、ない。あ、でも25,200いってる。何当たってんだろう。これ100点しか的がないんだけど。ここ日本にもある。あれないかな、ザーグの胸狙うと高得点とか。いけ。いやー、全然ダメだったな。57,400ってことは、レンジャーファーストクラス。あんま振るわなかったですね。いやー、楽しかったな。なんか本当に乗ってるみたいで夢中になっちゃったな。ちょっとバズのサインもらおうか。これそれぞれ字体とかも多分違うよね。これスティッチにちょっと書いてもらって確認してみようか。おそらくね、そのキャラクターごとに違かったと思う。うわ、すごい、こだわってるねー。すげえ、アリスのティーパーティーもあるんだ。また神 BGM 来たー。これハンドルを、これってパンチすると速くなるの？ん？どういうことだ？すごい、速い。うわ、これよう。すごい。ちょっと気持ち悪いね。これ本物だ。本物こんな酔わないんだけどね。まあ、マイクラも酔うし、もうティーカップも酔うし。お、アリスいる。違う、あれだ、白雪姫だ。なんかさ、結構書道やってる女子みたいな感じでさ、絶対サインうまいよね。どうなんだろう。あ、うまい。うますぎる。プーさんは結構マルジなイメージ。どうなんだろう。眉毛がすごいな。わ、マルジだ。可愛らしい。セブンドワーフってことはなんだ、七人の小人。あれか、白雪姫だ。どんなアトラクションなんだろう。炭鉱ですね。これどんな、ジェットコースターなのかな。なんだろう、なんだこれ、トロッコだ。もうゆっくりな。なんかジェットコースターっぽくないな。お、ちょっと加速し始めたぞ。あ、なんこれ、なんだこれ、カクカクしてるぞ。
なんか思ってたのと違う。何これ、クソ酔うんだけど。なんだよこれ。なんか日本のみたいにさ、キャラクターとか出てくるんじゃないのこれ。うわわわわわわわ、すごいブロックに当たってる。これダメだよこれ。絶対酔うと出るって。え、何これ、日本のよりいいじゃん急に。うわー、こんなのあるんだ、すげー、めちゃめちゃ可愛いね。寝てる。日本のよりいいじゃないか。うわ、なんか演奏してる。あれ、白雪姫もいる。うわー、すごーい、踊ってるね。かわいい、かわいそう、はぶられてる、楽しそうに見てる。本当はあっち側に行きたかったって顔してる。入れてあげて。うわ、ここいっぱいいるじゃん。これ誰だ、ポカホンタス、うん、モアナか。あ、これ誰だ、あ、ポカホンタスか。もう全員もらっちゃおうね。え、もうディズニーじゃねえ、こんな一日にね、もう何十個もサインもらえるなんてありえないからね。うわ、字上手。意外とクリストフはワイルドな時代なんじゃないか。なんだ、ここ男らしい時代ですね。もうエルサはね、筆記体でしょ、絶対そうだよ。なんか器用そう、うまそう、書道習ってそう。うまい。うますぎる。このシンデレラ城、日本と一緒だ、この通路になってる部分。すげえ。ここね、ガラスが売ってるよね。ガラスの靴とか、あと100万ぐらいするシンデレラ城。すげえ、細かいわー、さよく再現できてる。お、ピノキオだ。なんだろうこれ、アトラクション。おー、なんだ、あ、これレストランか。レストランの中にも入れるんだ。なんかこれご飯食べたりとかはできるのかな。すごいね。お、ピーターパンいるじゃん。じゃあ書いてもらおう、書いてもらおう。うわー、飛んでる。これ現実じゃできないですよ。やったー、書いてもらった。お、あるじゃん、アトラクション。ちょっと乗ってみよっか。うわ、すごい。これ日本と同じタイプなんだ。うわー、お部屋だ。すごい。これさ、サイン書いてもらえんじゃないの？あ、無理か。あ、無理だ。よくできてますね、ほんとに。わー。うわ、綺麗。すごい。日本と一緒だ。もうほとんど一緒だ。すごーい。これさ、よーく下見ると、車動いてるのみんなわかるかな？すげー。細かいねー。ネバラン来たー。うわー、よくできてるー。めちゃめちゃ楽しい、これ。これこそお家でディズニーだよ、ほんとに。これ、あれだよね。何か言うたびにセリフが字幕で出るから、それも楽しめていいな。お、部族の方がいますね。見たくえ、おわしん。わー、すごい。花フック船長とピーターパンちゃんと戦ってるじゃん。ってことはあいついるかな、フック船長。ワニにさ、噛まれそうで足で止めてるやつ。あれね、なんか前調べたことあって、確かね、ワニの噛む力って540キロぐらいで、なんか T-Rex と同じぐらいらしくて、それをね、足で止めてるんでね。いるかな。今日もいた。フック選手今日もいた。まだ足で止めてるわ。やばいよ、540キロだからね。だからね、実はピーターパンをね、まあ剣で戦ってるけど、あれ手加減ですよね、多分ね。蹴り殺せます、普通に。いやー、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ止めてるわ。いや、楽しかったなー、このピーターパンが。いやー、よかったね。続いて、行ったスモールワールド乗ろうか。うわ、これあるじゃん、このね、有名なやつ一番。よー、楽しみ、楽しみ。うわー、すごーい。曲もしっかりとかかってるね。やっぱ日本とはちょっと違うんだね。ディズニーキャラクターとかもこう配置されてなさそうだな。うわー、ジャングルのとこ、これ日本にもありますね。というかこれ、長っ。もここまで来るのに15分ぐらい乗ってんだけど。もしかしてこれ実際の尺と同じか。最後のとこまで来た。これあれかな、回ってるところピノキオいたりしないかな。あー、いなさそうだね。もうね、どのアトラクションも本当にリアルに再現されてますね。で、これね、このパッケージが確か1000円ちょっとで買えたんで、で、かつこれね、友達とも一緒にできたりするんで、
お家でディズニーするのにはね、安すぎるぐらいですね、本当に。なんかね、花火が見れるらしいんで、ちょっと花火見てみようか。キャスト。あ、この人か。この人に話しかけて、うわー、すごーい。曲もかかってて、ちゃんと花火だ。楽しいね、これ。おー、すごーい。このまた、いいね。ウォルトとミッキーがいい味出してるわ。しかも、わー、すごい。あの、惑星のマークの花火とか、あと、隠れミッキーみたいなのも、ちょくちょくね、上がってますね。コロナで最近、花火も見てないから、しみるね。曲もまたいいわ、あってて。あ、ミッキーだ。うわー、めちゃめちゃ綺麗だった。ちょっとね、今日一日じゃ全て回りきれなかったので、次回はね、左っ側をね、回っていきたいと思います。ということでね、今回この動画良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。ということで、またね。